うわー、聞いた。高取さん、腹筋動画がありすぎて、おすすめはどれですか？そういったコメントがたまに来ます。今回は、腹筋上部、中部、下部。これに加えて、腹横筋4種目紹介します。全部20秒です。食後にお腹が出やすい。お酒やコーヒーを飲む。あまり水分を取らない。そうなってくると、お腹が出やすくなります。お腹を抑える力がしっかりついて、腹筋を使うことで、姿勢が改善されて、お腹が凹んだ姿勢を作れます。今回のメニューは、とっておきなグッドバグを紹介します。腹筋何回もするの大変だよっていう方は、今回の20秒だけでいいです。一緒にやってみましょう。今回の腹筋のポイントは、負荷にあります。頭と腕を使って、ちゃんとお腹を使っていきましょう。まずは腹筋上部から使っていきます。上部を使うことで反り腰改善につながります。手を合わせて万歳します。腕の上に頭を寝かせる感じで頭を手で支えましょう。このまま手を真上に向ける。で、戻す。手で仰ぐ感じです。これを20秒行っていきます。いきましょう。スタート。息なくなったら帰りましょう。頭を寝かせて手で頭を起こす感じ。手をしっかり伸ばして、はい、 OK。 今度はチューブです。足を少し前に出します。ちょっと持ち上げておきましょう。上半身は一緒です。このまま起きてできるだけ止まっていきます。疲れたら寝ましょう。あと手を上向ける感じで、オッケー。20秒ぐらいちょうどいいですね。手で頭を持ってるんで首がね疲れにくいと思います。次は下部。足を伸ばして足を上げておきましょう。上半身は一緒。万歳から起こします。いきましょう。スタート。頑張って手を上向けて頭を寝かしておきましょう。オッケー。あー、お腹に効く。今度は腹横筋です。今よりも少し寝ときましょう。足を少しだけ上げたら手は一緒。このくらいで倒れておきましょう。いきます。ほとんど寝とく感じです。できるだけ腰を床につけて、辛い人はねちょっと膝を上げると楽になります。姿勢が良くなるんで頑張って。 OK。 ラスト、グッドバグです。グッドバグは縮まったら万歳。疲れたらまたすぐ縮まる。ラストいきましょう。スタート。疲れたら縮まる。休憩。OK。今回は少し短めの動画になってますが、自分でやってもなかなか続きませんよね。動画を見ながら腹筋を毎日行うのが効果的です。やった方はコメントください。